マイカです。タラ君です。チャパラタ君です。チャパン。なんかむちゃくちゃマジで俺顔腫れてない。目の上とかさ、すごい。パンパン。いつもと一緒やね。いつもって。でもなんか、マイカ顔違う気がする。やろう。え、顔違う気がせん？じゃあ、絶対昨日アイコンのライブ、こう、はしゃぎすぎたんやつ。あ、顔腫れてるもん、アイコン。そう、顔腫れてんねんって、ほんまに、俺ら。最悪。じゃあ、いじらんといてください。でも、聞いて、聞いて。今日のさ、ちょっと熱い。熱いけど、うん、ちょっとあの、聞いて。あ、さ、聞くわ。うん。今日のさ、タイ君の、うん、寝顔を見たってさ、寝顔見た。顔ちっちゃくなった気がする。俺？うん。こっち向いて。で、笑って。今日のさ、笑ってって言って笑ったの覚えてる？一個も記憶ないわ、俺。え？何も覚えてない。マジ？めっちゃ可愛いよ。まあ、ということで、今日は浜松旅行。ほんまや、まだ言ってなかった。まだ言ってないよ。最初のトーク喋りすぎて、もうみんなこの時点で多分離脱してる人多いで。今日は浜松に来てるんですよ、実は。あ、そうなんですよ。浜松に来てて、で、はいはい、泊まってホテルの話をしてたんですけど、はいはいはい、今日は浜松観光、イエーイ。まずは、静岡で有名な、爽やかハンバーグって場所に行きまーす。今日もね、マイカに運転させて、この人は、もう、散々 TikTok で彼氏さんは運転しないんですかって言われてるの。おいおいおい、しつこく。昨日俺4時間5時間運転させてもらった。しつこくだるか。これって右やんな。あ、もう網やった。もう昨日も、そのライブの帰り道に、ホテルからライブまでもう歩いて10分ぐらいやったのに、タル君は道を間違えるっていう。ほんで、マイカが、地図見よう、地図見ようって言ったらタル君、俺に任せろって言って、マイカが、いや、タル君の俺に任せろは危ないからな、言って調べたら、そう。運転客行ってた。いや、マジで TikTok 上でマイカ運転しすぎて、俺、運転免許持ってますかって聞かれたことあるから。俺の方が早いっちゅうね、免許持ったの。いやでも教習所行ったら前からの方が早いから。何のマウント？そこのマウントならんやん。早いのに取れたの遅いって逆にマイナスポイントよ。ほんま前から絶対メガネいらんから。ガチで。次右やわ。あ、次の次かな。ちょ、どっち？大事。あ、次や、次や。そういうのほんま。やめてよ。ぐーっとまっすぐ。楽しみっすね。アプリーカ。おととい食ったよ。今から食べるのはハンバーグ。あった あ, ありましたー、さやかハンバーグ。ぐるぐるちゃう。あ、一個だけ車あるけど絶対社員さん。社員やガラガラです。開いてる？てか、11時からとかじゃん。大丈夫？ 11時から？ガチ？ガチ？焦りすぎた。あ？ 11 時からだ。スーパー行って約17分後でこの混み具合。さすが爽やかハンバーグ。これはちょっと期待できるよ。混んでる見て一番好き。人気やからだって。どれにする？これが定番のやつじゃん。これが定番。やばいね、迷うな。おお。では集まりました。お召し上がりください。はい。うまっ。やばい。よかった。うん。いけるよ。レアよ。どう？やばい。マジで美味しかった。むちゃくちゃうまい。しかも店員さんむちゃくちゃ優しい。ファミレスとは思えないレベルの接客の。これファミレスなの？え？ファミレスじゃない？高級ホテルの接客やったな。うん、マジで。これもう静岡にもう一回来たら行きたいって思うレベルの美味しさやったな。ほんまに思う。なぎなぎなー、次行くのは、どこですか？砂丘でーす。いやー、鳥取行ったことないね。俺も。鳥取の砂丘。え？砂丘行ったことあるっつって。ないないない、俺ないね。ラクダ乗ったって言ってたよ。嘘やった。誰の話？え？ラクダ乗ったことも一言も言ってないし、砂丘行ったのも一言も言ってない。なんかさ、マイクが大いなる人間違いを、
マイクがさ、砂丘行きたいみたいな、言ったらさ、なんかタル君が俺行ったことあるみたいな、逆逆逆逆逆全部逆。どういうこと？俺が先行きたいわって言ったら、マユカ行ったことあるって言ったやん。ないって。マユカ行ったことない？ないで。あ、でも初めてやん。え、ガチ？俺もう初めてやから、むっちゃ楽しみで、砂丘。マジ？イェーイ！イェーイ！あ、ちょっと砂見えてきた。ガチ？うん。嘘やん、嘘やん、嘘やん。嘘です。全然緑です。1.8 キロとかやったけど。もう砂見える。 1.8 キロでここは砂になる。あんま考え砂やあんま考え砂やえ砂ええじゃないか、ええじゃないか。実は患者にはライブ行ってもらうな、派遣のそれじゃあ行きます。もうここからは動画撮らないんでね。なんでやねん、皆さんご想像で。失礼しまーす。やはー、麦わら帽子デビューしました。いや、マジで麦わらがすっごい似合うよね、あなた。ありがとうございます。長田島さき、いやーなあ、うぅー、砂丘が広がっています。見た、わかる。誰もいません。お前誰もいないから、ちょっとマスク外してもろて。誰もいないです、この砂漠に。なんか、やっぱ走ったらさ、気持ち楽しなるな。でもめっちゃ砂入ってきた。え、ほんまに俺意外と入ってなかった。意外といけるわ。あ、走り方のコツやで、これ。すごい傾斜。やばい。めっちゃ漏れる。え、すごいすごいすごい。分かった。この踏み固められてるところ行ったら結構いいかも。あ、みんなが踏んでる場所。踏み固められてるんか、この凸凹の部分。あ、確かに。あ、踏み込んだらめっちゃ速い。こっち掴んだ。わー、すごい。これはすげえ、すごっ。こけんなよ、こけんなよ。これめっちゃ楽しいな。思ったよりさっといけるもんやな。おぉうわぁ、やられた。ちょっと負けてる。今からこの棒をできるだけ奥の方に持った方が勝ち。負けました。さあ、どんだけ砂入ってる？うわ入れてきた。チャック出発！言えてない、言えてない。
砂丘砂丘。今砂丘を出発しました。むっちゃ良かった。今からホテルに向かいます。イエーイ。今ホテルの近くで焼肉屋さんを見つけました。見つけました。その名もプカキ。もうすぐプカキ見つきます。もしくも俺な、俺のマイクを今ボコパパあった。どこ駐車場？そこに P ある。左出した先。まさかのプルコギ満席。駐車場こんな空いてんのにな。プルコギ満席で行けませんでした。だいぶショック。ちょっと他の飯を至急調べます。あ、すいません、予約をお願いしたいんですけども、今からで行きます。2名です。はい、わかりました。はい、失礼いたします。いやー、小町小町、次は小町、次は小町。チャンネル登録お願いします。さあ、小町、むちゃくちゃ雰囲気、場所見っけちゃったね。めっちゃ美味しそう、今のだけ。なあ、え、めっちゃアイスいっぱいあるね。絶対うまいわ。しかもバリ米大すごいよ。レモン欲しいな。すいません、あのレモン汁とかってもらえますか？レモンダレみたいな。あ、ありがとうございます。いただきます。はい、うまい。たたき、うまい。うまい。うわ、ほんまにうまそう、うまそう。これがなんちゃらラーメン、絶対うまい。いいね。どうだー。美味しかった。マジうまかった。マジでお腹苦しい、めちゃくちゃ。最後俺しんどすぎて前回に食ってもらった。うん。え、でもタラちゃんの方が多分食べるスピード早かったから。まあそれだな。ほら、肉に弱いって弱点が肉すぎて。肉をあんま食われへん。多分野菜とかご飯とか。うん、ラーメンとかそっち系俺食べたい、前から、うんうん。肉は負けたな。ほんまに肉食われへんから俺。いろいろあったけど、むちゃくちゃいい一日。ほんまに。今から、あの、ホテル行くんですけど、今日の動画はここまで一応な。見てくれてありがとうございました。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 